Hello everyone, welcome back to another episode of Let's Play Zero Time Dilemma. And in this episode, we're gonna hit the zero quit box. Yay. Alright, so this one. Alright, not the zero quit box, the force quit box. Might as well be called the zero box. Alright. Like, we gotta enter the code. I remember it! Gonna leave with Mira though. I don't know how I feel about that. Oh, it opened. After that, we need to plug it in. What's the plug? たぶんだけどここに正しい番号を入力すればはちょっと待ってよ。その頭の番号とここに差し込むプラグと一体どんな関係が？それはとにかくやってみればわかると思う。答えになってないだろうが。そもそも正しい番号なんてわかるの？番号は確か。そんな嘘だろ。お前は。エリック。あれからもう1時間以上経つのよ。いい加減慣れたら。慣れるわけないだろう。だってこいつはロボットだったんだぞ。なあ、頼むからそれなんとかしてくれよ。これでいい？断然男前だ。それにしてもあなた全然取り乱したりしないのね。ミラの方こそ。私はどんなことがあっても動じないタイプなのに、たとえあなたが火星人だったとしてもね。僕は最初に知った時はびっくりしたよ。喉から心臓が飛び出るくらいに。お前に心臓なんてないだろ。ちょっと待って、最初に知った時って？これが初めてじゃないってこと。前にも別の歴史で。別の歴史？思い出したんだよ全部。さっきここで自分の姿を見た時に。僕の頭脳はこの頭の中にあるわけじゃないんだ。僕の思考中枢はそこ、量子コンピューターの中にあるんだよ。僕はそこで物を考え、知覚し、この肉体に向かって指令を発信してる。例えばこんな風に手を挙げたりするのも、その指令を受信してるからなんだ。まるでラジコンみたいに。知ってる？量子ってさ、全ての可能性が重なり合ったまま共存した存在なんだよ。だから量子コンピューターは
A の場合、B の場合、C の場合といったシミュレーションを同時並行的に行うことができる。つまり、僕の頭脳の中には、いくつもの可能世界がほぼ無限に広がってるってこと。この仕組みを利用して僕は、別の歴史にジャンプすることができるんだ。そんなバカなこと。できるわけがない。でも君たちだって、もしかしたら同じかもしれないよ。一説によると、人間の意識は脳内の量子的な作用によって生み出されてるんじゃないかって言われてるんだ。量子脳理論って言うんだけど、要するに人間の脳みそもある種の量子コンピューターみたいなものってこと。だからある特定の条件さえ揃えば君たちだって別の歴史に飛ぶことが？たく、バカバカしいにも程がある。信じてくれないの？当然だろ。そっか、そうだよね。じゃあやっぱり全部説明するしかないのかな。そうね、一から順番に教えてもらえる？でもその前に一つやらなきゃいけないことが。Oh, I think this is the history where Mira murders everyone. お前、一体何を？うん、ちょっとね。What? What? Tokuni henka nashi ka. Mitame wa ne. Demo, message wa kawatteru wa yo. Boku ga sakki system wo kidou shita kara ne. Kyousei shuryou program taiki chuu. Komando wo jikkou suru niwa 2つの key item wo setto suru hitsuyou ga arimasu. Da to sa.待って、まだ続きがあるみたいだよ。キーアイテムは母の形見？何かしら、母の形見って。もしかしてそいつを探せってことなんじゃないか？このシェルターのどこかに隠されてるっていうの？だとしてももう探す時間はなさそうだよ。タイムリミットか。さあ、間もなく就寝の時刻だ。次に目覚めた時、君たちはここで起きた90分の出来事を全て忘れているだろう。では良い夢を。Okay, so we prepared the boxes for C team. But we have to prepare the box for Q team, which I will do right now. Oh man, look at all those completed things. I'm still wondering how you complete that coin. I guess if you beat the game, it completes. Alright, and now, if I remember correctly.どうしたんですか、カルロスさん。何か。何か。パスワード。何？いいタグ。Okay, I think it's VB Hody. That's 8 letters. Hey, we got it. You did say remember that phrase.何かの装置みたいですけど。なあ、モニターになんか表示されてるぜ。強制終了プログラムを実行するには中央制御コンピューターのシステムを起動する必要があります。中央制御コンピューター、
そんなもん飼育核にあったか？ないとしたらもうお手上げですね。手詰まりってことか。ところでカルロス、なんでわかったんだよ、パスワード。わからん。あ？どうしてわかったのか、わからないんだ。あの、もしかして、もしかしてですけど、カルロスさん、どこか別の歴史からシフトしてきたんじゃ。シフト？シフト？シフト？そうか、そういうことだったのか。おい、なんだよ、一人で納得してないで。すまん、悪いが少し黙っててくれないか。考えたいことがあるんだ。1時間以上経ちます。いい加減何を考えているのか教えてもらえませんか？知りたいか？ええ。アカネ、お前のことを考えてたんだ。私のこと？お前ってさ、なんていうか、そのいい女だよな。え？俺たちはもうこのシェルターから脱出できないかもしれない。だからわかるだろ。わかりません。ちっとも。ステメ、一体何を考えてる？ああ、そういや、邪魔な奴が一匹いたっけな。ああ？なんだよ。カルロスさん！うるさい、黙れ！の野郎！なんつうか、魔が差しただけだよ。死ね！なんだ、それでもう終わりか。だと、お前の茜に対する思いはその程度ってことか。いいね、いいパンチだ。お前の中、燃え盛る炎が目に見えるようだ。うるせえ、黙れ、この野郎。カルロスさん、大丈夫ですか？ああ、大したことない。それより、なあ純平、一杯どうだ？ああ、仲直りの酒だ、付き合えよ。グラスはこれでいいかな？おっと、やっちまった。お前のせいだぞ、純平。お前に殴られたせいで手に力が入らなくてな。悪いが、片付けんの手伝ってくれないか？ったく、なんなんだよ。
ありがとう。助かったよ。いや、別に。そろそろ時間ですね。ああ、そうだな。さあ、まもなく就寝の時刻だ。次に目覚めた時、君たちはここで起きた90分の出来事を全て忘れているだろう。では、良い夢を。Something must have gone on behind that counter. Wait, what? Okay, there's a new one. They're all the same. Alright, we're going with D-Team. Alright, so I'm gonna cut the episode short here because in the next episode it's probably gonna be longer than what we just saw. And it's probably going to go over 30 minutes. I don't want to, you know, cut it in the middle of 30 minutes. So stay tuned next time to find out what happens in this picture with everyone in it. So see you then. Bye. Oh, and please comment, like, and subscribe. Bye.